はい、今日は先発が千賀、そしてエースの投げ合いで始まりました。千賀の立ち上がりです。鈴木を空振りの三振、源田をセカンドゴロ、そして森をライトフライと打ち取りますが、立ち上がりどうご覧になりますか。いや、素晴らしい立ち上がりでしたよ。まっすぐはストレート力ありましたしね、フォークはキレキレでしたしね。一方ライオンズ先発エンスです。立ち上がりワンアウト一塁二塁からデスパイネをセカンドフライ、そして2試合連続ホームランの今宮をショートゴロ、こちらもランナー出しましたけど、まあでもね、はい、フォアボールでしたからね、フォアボール2つでしたから、初回にねちょっと点取りたかったところですね。一方千賀です。2回です。山川を空振りの三振、ウレティンはショートゴロ、今宮の強肩、そして今日先発マスクの柘植は空振りの三振、非常に気持ちの入ったストレートでしたよね。そして2回です。この回先頭の柳田切って3試合目センター前のヒットです。そして正木続きます。初球でしたね、はい、でこの後甲斐がデッドボールで満塁というチャンスを掴んで、ここで三森だったんですが、これインコースのボールですね。そうですね、まあ、デッドボールも気にせずね、インコースを思い切ってついていった、やっぱりバッティングの勝利じゃないですかね、ここはね。野村勇はショートゴロ、ここもゼロ、満塁のチャンスを逃しました。で4回に入ります。千賀ワンアウトランナー一塁、ここで森はセンターへのフライ、これよく取りました。待ってましたね。で山川はサードゴロ、3打数サードと打たれていたこの山川を抑えてゼロに抑えます。0対0のまま試合は後半に入ります。6回です。この回先頭の若林、まあ、この辺りからまっすぐに少し何かこう、ね、そうですね、少し首の辺りを気にした場面もありましたよね、はいはい、そしてツーアウトランナー1塁2塁となって山川、この勝負を、ね、見応えありましたね。フォークね、はい、しっかりと今日はフォークで山川選手を抑えましたね、一方のエンスです。ノーアウト1塁、柳田は空振りの三振、でガルビスのセカンドフライ、でこの後今宮が盗塁に成功した後正木、これ期待されたんですが、そうですね、このストレート甘かったんでね、捉えてほしかったですね。6回まで0対0、そして7回に入ります。ワンアウトランナー2塁からこの先、これをフォークでしたかね。そうですね、まあね、ホームランバッターではないこの先選手でしたからね、この、まあ、配球対選手は悔い残ってると思いますね。11号ツーランでまず2点先行したのはライオンズ、その後フォアボールとヒットで1塁2塁となって鈴木のこの探すところエラーを誘ってね、これ追加点、まあ、一気に流れがね、そして源田のヒットで満塁となって森、ライトへのタイムリー続きます。ライオンズこの回4点を取って4対0、千賀が打たれました。でこの後ライオンズはスミスが2人目としてマウンドに上がります。この回先頭の川瀬がヒット、その後ツーアウトランナー一塁二塁となってデスパインでセンター前、すぐに1点返しました。これ大きかったんですけどね。そうですね、取られてすぐでしたからね、そしてそのまま9回のツーアウト松田、最後セカンドライナーでスリーアウト、試合終了。ライオンズが4対1でホークスを破ったということになります。